俺のお気に入りの三連タンクに来るわ。え、そこから前行かへんのかいな。そこで様子見右側のとこ。そっから前に行けるかどうかが面白いかどうかで分かれ目ないね。出てやられてる。うせえね。あ、今いた、かわいい。うーす、今いた、あかんねん言うた。あ、やられてもた。じゃあいつまでもあそこにいんのもリスクあんねんか。言おう思ったらもう出てしもたから。あー、出てしもた。向井君が誰か。よし、1ゲーム1ゲーム。押村さんが怒られてるの初めて見た。お前らやられてね。初めて見た。俺にも上から物言える人間少ないってやつ。さあ、カウンターゼロ、オッケー。ゼロなってた？ゼロ。これカウンターで来るたんびに人数えんやろ、こうやってカチャカチャって。何人いるよね。わかりやすい。で、25になったチームが負けちゃう。ええー、でええー、で、あのいっぱいやられて、これをいかに押すかが競わなあかんで、ね、最初は。25回中俺5回押しちゃったみたいな。そういうノリよ。じゃあ俺冗談行こうか、また。いやあれ次も25回か、多分一緒やと思うよ。これ上行くし、せっかくやから下段は俺あのタンクで封じ込めるんで、下段行く人はいけると思う。あれ行きます。斜面に行く人を気をつけて。俺斜面に行く。え、多分押しチューブさんも下段行かはると。せっかく上に行こうと思ったのに。せっかく映れそうやから。もう今から映ってるで。ちょっとこれなら今日は放棄します。放棄。2回目はこれはもう。青からかな。あれ、どっちやったやろ。わからんようになって思った。あ、青やな、やっぱり。はいはい、いいですか。はい、ホワイトオッケー、ホワイトオッケー。ゼロ鳴ってるよ。ん？どれ？何何？あ、マガジン塗って。うん、普通にシルバーで。いや、この間あの丸いの普通のスチールのマガジンを色剥いで使ってるやつおって、あ、うん、まあそれでええやん思って。でもろシルバーに塗って。はい、もう撮ってるわ。おじいちゃん休憩中です。え、おじいちゃんちょっと休憩中。さっき誰がフラッグ取ったん？俺が取ろうと思った。あ、そうない。ナイスです。早く一発撃たれて、撃たれる、うわ、あ、殺されると思って。あ、俺と。助かった。俺って誰やねって撃ってもらわなあかんな。味方にやられてる思ってる。え、一回ちゃうんかいな。やられてるとこは見たけど、ここで。ええ、取れたやろ。あれ、レシーバー切れた。あ、入ってない。うん、8人かしてくると。待ってたらええんちゃう。いや、もう若い人、もう50歳以上の人はみんなもう前行っといた。え、2日前にも聞いたな、それ。もう毎回言うんですよ。
50歳以上の人、え、森さんと3人しかいいんぞ多分。おまみんな頑張っていただいて。頑張ってください。まだまだ復活なしやからな。でもな、これは入らへん。ちょっとある程度の線まで行って守らんと、あまり見せない。青ちゃんだったら破るわけにはね、人はおらんやろな。手作り手作りこれなかったら中古で買うたら、もう写真見たらあれないやん思って、で肩取って作った。そうか、作ったんや。やるな。これほら傷残ったでしょ。まあまあ分からへんやん。で M 用のプラスチックのやつの上にこれこう肩つけて到着前に。ああ、この間でも雨やったもんな。だってその1週前の青空ハッスルかって方が雨やってんもん。どうなるやろみたいな。さあ、何時ですか、何時ですか。3時20分。このバーベルと実はポケットちょっとちっちゃいね。あ、そうなんですか。だってこれ16の20年2本しか入ってない。30本し3本入れたらしんどそうよ。でもバーベルだよ。通称みたいな。でもどうかな、バー用じゃないんだ。少なくなったような気がしないでも。うん、気のせいじゃないよ。木屋町もいい品種。ええんかな、とりあえず。はい、ホワイトオッケー、ホワイトオッケー。天井離脱。ね。まんまでストレッチした人がいるんですけど。さっき棒出しかわされたから。灯籠の人か。素晴らしい出しアホなとこ出てきましたね。ここの広場出てきて浮かれました。もうちょっと遠いとこ。あ、取っとちゃうか。でも戻ってたもんな。はい、あ、いやいや、ずっと見えてて。あ、そうなんです。姿も見えへんから。そうで、スナイパーやから。うん、走った行くの。いや、もうめちゃくちゃ走ってきた。で、気づいて慌てて降りてきたんだ。僕はレッドチームさんにあのダッシュをかましていただいて、ホワイトチームは後ろを守るという戦闘。前半からすごいダッシュを生かしてたから、ね、で、安全になった頃に前行くんやろ。さあ、青の櫓の達人さんもさすがにあっちの櫓は取らへん。いや、うん、まああんまりいいんかな。うん、あっちにあんま入らない。まあね、向こうの2階入りにくいね。うん、そうやろ。じゃあ俺またあそこ行くか。下段止めようか。やられんようにして。あ、しまった、紅白言われてしまった。マガジン落ちたぞ。対策もある。いいですか、いいですか。こちら紅白まんじゅう OK、 紅白まんじゅう OK。 どうやこれ、ちょっとめっちゃスルーされた。紅白まんじゅう。スナイパーさんで。スナイパー、声頼むね。
ヌーって洗面する。いやどうやろう。まあとにかくあれやろ、復活ないんやろ。